さらに、さらに。これはやばいですね。王道。ちゃんと王道な感じ。綺麗だ。でかいね。どうも、FJ です。ボス。はい。今日はね、土浦駅に来てます。土浦ですね。土浦ですよ。土浦に、すごいやばい古着屋があるって聞いて、ほうほう、今日初めて、お邪魔させていただきます。うん、ライナーノーツさん。ライナーノーツさん。でライナーノーツさんはつくばにお店があって、そこは僕以前 お伺いしたんですけども、楽器屋、うん、で半分古着屋だったんですよ、うんうんうん、でリバーセーブがもう死ぬほどあって、はい、オーナーさんと話した時に、まあ、めちゃめちゃリバース集めてますみたいな感じだったんですけど、そこの店舗もありながら今回土浦にもお店出したんで、うん、今日は初めてなんですけど、はい、土浦店の方にお邪魔させていただくと。うん、僕どんな感じか知らないんで、はい、ワクワクしてますじゃあ行く前に今日のコーディネート、はい、ダフさんで買わせていただいたガンズのライズのアルバム、いいですね。なんか娘の前では着れない感じのTシャツに、パンツはビッグイですね、のウエストシングルのもの、うん、とバンズは現行のものなんですけど、レザーの透け配ですね。うーん、忘れてた。渡辺さんのコーディネートお願いします。はい、はい、フィフティースステッドソンのオプロンですね、はい、でこれが60年代のボーリングシャツ、うん、チェーンステかっこいいね。でこれがリーの200ですね。ダフ・ヴィンテージさんの動画でちょっと話があった。ああそうっすよ、200のグレーの D200 のポーズ、シルエットがやっぱ綺麗ですね。かっこいいっすわ。いやマジでかっこいい。グレー持ってたんだ。そうなんです、はい、土浦駅からすぐのところのモール505っていうところがあるんですけど、うん、そこの3階にあるんで、はい、早速行ってみたいと思います。行きましょう。はい、まずここだ。こんにちは。今日はお願いします。お願いします。お願いします。やばいっすよこれね。あ、え、マジで。これはリバースコーン。で、ここの下叩きから、叩きでしょ、短卓でしょ、うん、リバースやばいねだらけ。まあ、ここの奥行くと、はいはい、リバースウィーブだらけです。だらけ。これやばくない？なんだこれ。え？オレンジとかこんなにあるよ。マジで。やばいね。こっちも。なんすかこの量。え？あ、うわ。いや関東一リバースウィーブを集めてる古着屋さんですね。はい、まあ、ちょっとこう1枚ずつ掘りたいんですけど、一旦ちょっと店内見てみましょうか。そうですね、はい、奥すごそうなんで。リバースのパンツこんなにあるんですよ。本当だ。え、こんな入ってんの見たことない。マジかだよこれ。ほらイェール、はいはい、超人気ですよね。イェール、あれイェール、待ってちょっと待って待って、イェール、イェール、しかも俺ら比較的安いですね。やってかラバーのグッドプリントとかめちゃくちゃやばいよこれ。ここ、ここもしょ、うわ、デッドストックスね。マジか。あとこっちもあるんだ。待って多いな。あ、リーバイスもアメリカ製のリーバイスがたくさんありますね、うんうんうん、レッドラインも1万円台で入ってますと。でまあ、この店内の広い感じに T シャツとかたくさんあります。でまあティッキーズ、はいはい、ティッキーズあるっすね。と、まあ、奥はカーハート、全部カーハートですね。え、おお、ここまでカーハートだマジで。ちょ待って、ダブル2めっちゃあるじゃん。ブラックのダブルにペンキ、
アメリカ製。待ってこれどうする。はいはいはい、カハトやばいですという感じ。じゃあ奥も、奥行く、行ってみますか。でここはもう T シャツって、物量えぐいな。うわわわわ。でこっちはもう T シャツね、バンティーとか。あー、バンティー系があるっす。ピンボールあるっす。やばいっすね、これやばいっす。でもじゃあなんかすごいね、ピンボール、ガンズのピンボールあるじゃん。ブランドでやりましょうよ。えやりたい。え、これ超かっこいいぞ。ちょっと撮影中ですけど、ちょっと写真撮っていいですか。いやちょっと MJ さん、うわぁ、奥にもあるんだ。なんだここ、アメリカじゃん。すごっ、すごくないですか。すごい、アイアンメイデンのテーブルと椅子がある、これ。本当だ、アメリカですね。めっちゃとにかくあるんですけど、ブラックだけのリバースでこんだけ固めてますね。リバースのフードでめちゃくちゃ焼けてるやつとかかっこよくないですか。ああ、いいですね。探すとないですよね、うん、え、ここやばいよ。今日初めて来たんでめちゃめちゃ興奮してます僕。これ何着ぐらいリバースイブあるんですか。わからない、ちゃんと数えたことはないですけど、500ぐらい、多分100から500ぐらいは常に店頭に並ぶ。マジで。つくばにもまだあるんですか。つくばは先月末で一旦古着の販売は、あ、じゃあ楽器屋だけになったんですか。そうですね、あ、中古の楽器のみの販売、はい、で今店舗をリニューアルしてる。あ、そうなんですね。そうなんですね。500点だって。500点、500、うん、マジか、うん、関東で一番あるんじゃないっていうぐらいありますね、うん、とその中でもレアなやつがあるんで、はいはいはい、ここのショーケースで見たいですね。見せていただきます、はい、あ、ありがとうございます。シックスティーズです。これね、色と柄も完璧ですね。やばいね、やばいね。これですよ、このタグですよ。60年代の、うん、おお、綺麗だしでかいね。タンタグとかあるじゃないですか、うん、それよりも以前古いやつですね。で結構デニムとかも入ってるんですね、ここに。あ、本当だ。あ、そうですね、ヴィンテージのリバイスとかも入ってる。684とかやばいですね。ベルボトムもあるし、リバースのパンツのもう古いやつも結構ここに入ってますね、タンタグのやつ。すごいですね。あそこのやつ見ていいですか。ナスコのやつ見る、見ていいですか。じゃあこちら、これやばくない、これ色つたまタンタグ、これはやばいでしょ。これしかも値段、え、ん、あ、いいか、これだけ5万円ですよ。マジ、これ T シャツの上から着てみてもいいですか。はい、どうぞ。これか、これ多分みんな欲しがりますね、これは。なるほど、なるほど。これはレン君が好きそうだな。確かに、レン君これやばいよ。これはやばいね、やばい。うわぁ、これじゃん。しかも、僕今気づいたったんですけど、はい、目出しラックみたいな感じになってるんですよ、ここ。ああ、本当だ。いや、これはやばいね。目出しね。カレッジのプリントでも、あの染み込みのこのホーリークロスとか、グッドプリントがたくさんあるんですね。バックプリントですね、これ全部。はい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 。両面のやつ。なるほど。これやばいですね。ウエストポイント人気ですよね。ネイビー、
ネイビー。待って、カリフォルニアだ。やばいぞ。カリフォルニアプリントやばいぞ。ほら。好きなやつじゃないですか。うん。カリフォルニアで後ろ C ですよ。待って、俺この見方やばくないですか今。どうなってます自分。これもやばいもんね。さっきから見てるけど。だってイエールさ、イエールってこんな安かったっけ？まあ、めっちゃ高いっす、イエール。3万円のやつよ。うわ、ん、すごいっすね。ほら、結構もうや。ああ。US Air Force Academy ですよ。いいっすよね、これ。いつだ？一番右のあのセットアップどっちも見てもいいですか？いや、僕のサイズですよ、これ。M。XL、ね、XL、うん、あっちの上に XL かかってた、これの。あ、ってことは XL でもいける。そう、これは着れないね。これは着れないね。うん、だって僕これ普通に入ってたら首までやるもん。ザコシショウみたいになるね。ザコシショウみたいになる。いや、これですごくない？これ着てみようか。はい、一応。おお、やっぱいいっすね。いいでしょう。やっぱいいですね。王道ですね。うん、王道、いや本当王道な感じ。いやー、うん、こんな近くにこんなのあったんですね。なるほど。だからこれもセットで着れるし、うん、イエールもセットで基本着れるわけでしょ。あの、とにかく皆さんリバースウィーブを探しの方はここに来ていただければいいかなという感じですね。はい。これ今試着して戻ってきたら M も出てきたっすよ。これ XL と思ったら M も出てきました、はい、しかもこれめちゃくちゃふかふか。ほぼデッドって書いてある。ほぼデッドだ。ほぼデッドの M。 すごいね。いいっすね。やっぱこれはやばい。ちょっと FG チャンネル見てる人はここら辺好きな人いっぱいいると思うんで、うん、ぜひって感じですね。次じゃあワークパンツとかカーハート取ってみましょうか。カーハート行きましょう。はい。これディッキーズめっちゃあるんですけど、はい、さっき俺気づいちゃったんですよ。はいはい。これ、うん、結構アメリカ製入ってほぼアメリカ製なんですけど、はい、あとね、ほら、あれ、チビタグじゃないですか。チビタグの、はい、これブラックなんですけど、何がやばいってこれタック入りなんですよ。ここまでフェードしてて、やばすごくないですか僕の引き。かっこいいですね。これいつの？超かっこいいなこれ。